田さん、おめでとうございます。20年前の同じネクタイ、情報が一番早かったから、リーさんはじゃないとまた死んじゃうから、だからもうどこで何してるかもわからないですよね。いや、この二人言いますね。用中国話で言うと、我的保护伞。いや、リーさんのチャンネルもよろしくお願いしますよ。まあ昔のことでね、繰り返してみるとね、恥ずかしいよね。懐かしい。ここで言えないようなことばっかり。まあ今 YouTube だから大丈夫です、ね。まあでも本当その結構発言自由があるじゃないですか。そう。個性だし。あとね、私ね、中国の番組によく出てるんですよ。でも中国の番組は言えないんですよ。最初の打ち合わせでもすごい厳しく言われるんですか。これはダメ、あれはダメ。そう。あの台本があって、台本の段階で、あのこうタイトルあって、こう行き過ぎるとダメだし、カットするし。だ大体ね、収録する、いや生放送がほぼないです、ないです、うん、危ないから、全部収録してそれをカットする、うん、大変ですよ。でもそれで訓練されてはいはい、はい、今もう自由に織田さんのね、自由に喋れるから、それはなんとか今まで言えなかったことで、やっぱり日本はいいんですよね。民主主義の国は、怎么这华人咱到了海外就想说什么就能说什么了啊。私だって昔逮捕歴あったよ、はい、逮捕歴あったけど前科はないね、うん、20日で終わった、あ2日あ2日で2日48時間で、あの六本木で酔っ払っちゃって喧嘩して南麻布に警察署に入ったわけ、はい、うん、で、でそこで2日、はいはい、翌日は、地検に行くわけ、地検に行った時は翌日の真剣地検でね、硬い椅子座って、ああそう、硬いもう黄色いやつで、6人とか、ね、そうそうそう、ここ紐で、パンとチーズと、あそう、うん、でパンとチーズと左右だけ渡されて、こうやってパンとチーズじゃなくて、私はねミルクみたいなこうちっちゃい、あなんかちっちゃい、あちっちゃいやつ、あそうそうそう、あったもう何時間待たせて、で調べ何分でしょう、もうちょっと、あそう調べ、もうすぐよ、もう3分間もないくらいで20日、6時間も7時間もいるのに、そんなちょっと、ね、ちょっとね、で行って、私あ20日いるから、はい、じゃあ同じ部屋に4人がいたわけ、イラン人とか、はいはいはい、イラン人とか、なんか詐欺とか、なんとか何か言って、ユンに行って、じゃあ、ユンに欲に話す、聞いて、今度、出たら本出そうかなと思って、いろんな話をね、ね、ネタが聞きたかったの。でも、2日間で、裁判所に行ったら、そっから釈放だ、荷物持って。あれ、裁判官、お店まだやってんの？してたわけ。しててね。はい、してて。おやってます、じゃあ奥さんの電話番号は私覚えてなかった、はい、あじゃあ車保護する、アルバムでじゃあ別の車で迎えに来たわけ、警察署の別の車を迎えに来て、じゃあ今ちょうどね3月の後半で桜咲いてたわけ、はいはいはい、じゃあ私出られてもう桜見れると。ただね、こう後悔したいことは、4人の話、3人の話ちゃんと聞いてなかったから。2日で聞けないですよね。どういうストーリーが、やっぱこうサッカー精神があるでしょ、取材精神が、そう取材精神でこうやっぱこう聞きたいわけよ、でその後、ね、着替えて戻って、ちっちゃいパトカーで帰ってくる、普通はなんかバスみたいなやつじゃない、護送車だけど、そうそう警察署が使用の別の乗用車で来てくれたんです、そう、いや私必ずね、同じ部屋の人に挨拶したいわけ、はい、最後、最後ね、その後ね、2人うちのお店食べに来た、あ本当ですか、2人やってるから、はいはい、イナン人が出てなかったから、イナン多分強制送還、強制送還、でも入ったら4人の部屋でしょ、私一番トイレに近いところしかないんですよ、わかります、わかりますよ、後から入ったらトイレのところで守ってるわけ。眠らない、新宿署だけで10回入ってますから、あ新宿署入ったことない、新宿署も人数がすごいですよ、うん、100人とかいるから、えー、だから歯磨きだけでも全然終わらない、 あと検察に行く縄もずっと続く縄が40人ぐらいで、当時ね朝ね2本のタバコ吸って、ヒゲ剃りと2本、あそうそうそう、ヒゲ剃りと爪切りと、あ爪切りもあった、あとタバコ2本で、私見た外は
高速道路しか見えないところでちょっと日がちょっと日が入ってる、入ってるところでリーさんが歌舞伎町で過ごした頃の僕みたいな、うん、歌舞伎町時代の友人っているじゃないですか、うん、いろんな個性のある、はい、それを毎回ゲストに呼ぶ番組やったら面白いんじゃないですか、ね、リーの部屋みたいにして。でもね、はい、今ねあんまりいないんです。いないんです。何してるのかいないんです。行ったら売れた差しか頼むないんです。死んでるか捕まってるかもしれない。うんさんどうなってるんですか。いやもうねシャバ出てきて今真面目にやってるみたいですよ。人づてに伝言をいただいたんですけど、会いたい。僕もね最後ちょっと終わり方が良くなかったんで、あまあばったり会えば、あなるほど本当にいろいろすみませんでした、うん、そのもっと親方覚えてるで、あの兄さんこの間ばったりね会いましたけど、あった、元気だ。あそう、じゃあ今度そういう大人だったら私呼んで。えリーさんのそのこれからの選挙活動だったり、はい、イギリス新宿区議選とかあるじゃないですか、はい、それこういうヤクザ時代ヤクザだった人が友達だとか問題ないんですか。いやそこはやっぱり人間じゃないですか、ね、あなたたちのそういうヤさんたちの人権もあるじゃない、ね、犯罪じゃなければ昔犯罪してもしょうがないんですよ、ね、あの昔は犯罪しても自分も逮捕歴もあってもう2回3回目で離婚をするんですよ。だからあの東なんだっけ東国原さんね、彼が若い時は2回逮捕できない。あそうか、フライデー襲撃事件とか、うん、な自転車盗むとか喧嘩とかそれは関係ない。あそういうことです。でも私は一応こういう少数派、はい、マイノリティ、LGBT とか、ね、お姉ちゃんとかホストとかみんな少数派じゃないですか。あなたたちもね昔も少数派、自分もそうですよ。外国人もみんな少数派ですよね。それの少数派のもう代行というか 代表は回らないけど、まあ、なんとか発言力があればいいかなと思って。なんかそのリーさん全然関係ないプライベートの話なんですけ どさっき言ったらその少数派じゃないですけど、うん、僕とかこの入れ墨すごいじゃないですか、うん、だから部屋が借りれないですよ。で俺以外にもそういうことで困ってる人めっちゃいると思うんですよ、はい、外国の方だったら外国人登録証となんだかんだとかそのネットワーク、うん、外国大久保とかにその外国人の方が優先的に話しやすい不動産屋とかいるじゃないですか、うん、ブローカーとか、うん、俺ら日本人で日本に住んでるのに、うん、元ヤクザとか、うん、その入れ墨が多いっていう理由で、うん、大体自分の名義で不動産通らないんですよ、うん、そういう問題とかってどう。そうですね、うん、私はもし議員になったら、うん、あなたたちに代行しますよ。頼みますよ、うん、東京オリンピックやる前に、うん、外国人入れ墨とか温泉入ったりとか、うん、プール入ったりとかダメじゃないですか、うん、まあまあヤさんたちもそうだけど、うん、みんなこう長袖とか、うん、その後もう今変わってます、うん、だから時代も変わっていくと思う、うん、で当時は入れ墨に対してはちょっとこう上の目線かな、うん、斜めの目線見てる。だってこれは一つの芸術ですよ、うんね、アートというかね、アートですよ、うん、だから昔もあって今外国もすごくあって、うん、今オリンピックもあってからでみんな選手たちみんなそうですよ、うんまあ、僕なんかはもうこれを個性にしちゃってるからいいんですけど、はいうん、そうじゃなくてもやっぱ入れ墨を背負っちゃってヤクザ辞めてで大学から帰ってきて、うん、ちゃんと一から職探して頑張りたいっていう人らも、うん、やっぱそういうマイノリティの扱い受けちゃうと、うん、なかなか部屋も借りれないとか、うん、銀行口座もなかなか時間かかるとか、うん、とかやっと働き出したばっかり給料も全然賃金も低い状態で、うん、入れ墨消したい医療とか発達して入れ墨消したいんだけど、ねうん、ローンとか組んでとんでもない高額な支払いをしないと、うん、その施術を受けれないとかっていう問題が結構あって、うん、そういうのって例えばリーさん当選してから、はい、なんかそのテーマの一つとして、そうですね、うん、もちろん入れ墨問題とか私は課題として、うんうん、あの検討していきます、うんうんだ当時の私たちの外国人同じですよ。ああ変な中国人マフィアとか、ね、みんな言われてるじゃない。もう勝手に中国マフィアさんみたいな、うん、そうみんなマフィアって思っちゃってだから不夜城みたいな映画って見ちゃってね、うん、あのイメージね、うん、あの長谷青春さん書いたのあの小説みたいな、まあ、あれは作り話でちょっと言い過ぎる、ちょっとやりすぎる、やりすぎる、うん、だから私はそれに反対する、うん、私ずっと歌舞伎中35人がこれが真実だってやってましたね、リーさんが、うん、これは違うと、うんうん、まあまあだからそこからやっぱこう
あの生きていけばね、健康で生きていけばなんとかできると思います。だからみんなリーさんが当選さえしてくれれば、俺も不動産部屋借りやすくなるから、ね、はい、そうです、みんなマジで頼みますよ、いや今ね、あの言ったら本のストーリーとかね、こう作ることはね、めんどくさいんです。創作がね、めんどくさい、めんどくさいんで、でもストーリーとそのままでいいんです。記憶あれば、自分たちの記憶の中で目で見たものだけを喋ってる分には覚えてるから、面白かったこととか、多分ね、織田さん大学入った後に、後か、後にも、もう一回あれ、ヤーさんたちから山なんとかね、はいはい、からすぐあのいつもカラオケ館があって、はいはい、ちょっとなんか入ったあの桜通り行くの途中のお隣のじゃのそこの上、あそこの事務所か、2階か3階であのこう元行かれた、出てかれて、同じ鈴です、同じ鈴です20年前の元行かれて、まあ、30分間で、あとタッかよく上小路行くとか、そう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 、高楽そばとか上小路のとこいましたよね、ちゃんと、はい、あと、まあ、あの、まずね、みんな分かって、すぐ、私、3階から下見ると、みんな人いっぱいいたよ。すごいな、それは私の後ろ探してた。そうそうそう。で、それで30分で住んでたわ。ああ、よかったです。うん、その時、やっぱみんな極東の人はリーさん仲いいから、うん、リー大丈夫か、リー大丈夫か。そう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 。早い段階でもう知らせないと、そう。女だって練り歩くから、みんなが。あね。ね、いや本当危なかったです、あのいろいろね、あの世話になっていやいや改めてありがとうございます。いやいや本当生意気でした、ありがとうございます、あの頃生意気です、いやいや、まあまあ、の若くてもでも本当心がいいんですよね、ついているわけだから写真が証拠で、あの写真が証拠です、あとそのリーさんの本がすごい刑務所の中で売れてて、俺それで思うことがあって、例えばやっぱ刑務所の中は不良が多いから、はい、で不良はみんな新宿好きなんですよ、うん、歌舞伎町が好きだから、うん、田舎のヤクザもみんな歌舞伎町の話聞きたいから、うん、リーさんの方とにかく売れてて、で俺それで言うと、例えば僕なんかも出版何個かやらせてもらったんですけど、うん、その本屋で何部売れたとか、うん、Amazon で何部売れたっていう数字ばっかり目が行きがちなんですけど、うん、刑務所、刑事施設に入ってる人たちすごい人口で、うん、その人らすごい本買うんですよね。あ、そうですね。まあ、毎日見るから。それしか楽しみないから。そう、あとね、あの警察大学。あ、警察も見ますよね。警察の学校に必ず私本あるわけ。こう警察は外国人犯罪、はいはい、あるいは歌舞伎町の犯罪どうなってるか。だから私は空港行ったら、成田空港行ったら警察で、おりさんって。びっくり、なんです、いやテレビじゃ大学で警察大学の新たな本は読んだんですって、それが私は分かったんで、そういうこともあるわ。歌舞伎町桜通りとか、うん、一番街に当時やっぱまだポーカー屋さんとか、うん、あとその、ね、うん、カジノとか、あとそのジャックポットが流行って、はい、その、そういうバクトン、バクチの店が多くて、うん、使えるか分かんないけど、俺結構リーさんともその店でよく会った。よく会ったね。よく会ったね。ビッグスモール、ビッグスモールでやってたよ。もうこっちも熱くなってるから、なんだよとかってやってるとリーさんも、また会ったねとか。また会った。そうね、あの日稼いだお金で全部使っちゃってまたどうかまた来る、あ、また来る、なんとかお金集めてまた行く、うん、またリーさんに会う、また24時間いる昼間も夜も今はやらないですよ、やらないですよ、やらない、うん、今仕事 YouTube はあのパクチーですよね、あ、そうですね、うん、難しいですよね、うん、でも YouTube なんか、うんうん、すごいじゃんフローは、いや、ね、もっと いけると思ってるんですけど難しいですね、なんか、うん、うん、今何万人ですか、今33万ぐらい、33万、はい、私まだ1万3000人しかないですよね、あ、でもすぐ増えますよリーさん喋れるじゃないですか、いや私はね今年から、うん、今年の1月から始まったばっかで、だから今日ね織田さんが会って私の YouTube あのフロア増えるかなと思って、ね、いや、リーさんのチャンネルもよろしくお願いしますよ、あ、ありがとうございますリーさんのチャンネル概要欄に貼りますんで、はい、あの昔の歌舞伎町関係とか風俗関係とか屋さん関係とかみんな知りたくて、うん、だから私は語っていく、だから一番面白い時代にいたかもわかんないですよ歌舞伎町に、あ、ね、
ちょっとのバブルね、うん、バブル、バブルね、何でもありだったから、なん何でもあり。で毎週金曜日か土曜日日曜日がもう、うん、もうパレードやるんですよ、パレード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 わーっと来て、おーじゃんすヤクザもホステスもホストももうみんなが何でもあり、ね、すごい時代だったですよね、うん、歌舞伎町、ね、うん、1日に何回パトカー出動してんだろうというぐらいもうすごかったですよ ね、なんかが起きてているだけで楽しかった。当時まだ外国人韓国客は少なかった、うんうん、ね、たまにいるけど台湾人香港人しかね、うん、体力が少なかった、うん、今まあコロナ前から、うん、まあ中国人韓国客が来たりして体力が、当時ビザがないね、うんうん、韓国の旅行はできなかったんで、台湾、韓国、香港の方多かった、香港の人多かったですね、うん、台湾とね、そうで、生まれは歌舞伎町ですよ。あ、そうなんですよ、大久保病院、あー、なかっただから、分かった地元なんですよね、うん、あ、そこで生まれてで、区役所通りに、うん、リースリーのこっち側にちっちゃい角の花屋あったらしいですか、はい、リーの地下にも大きい花屋があるんですけど、はい、リーのこっち側サンライズの隣にちっちゃい家族の花屋があって、はい、あれがうちのおばあちゃんやってたんですよ、あそこは。なるほど、子供の時いつもあそこで、なるほどなるほど、じゃあおばあさんあそこ、あ、後ろで父ちゃんがそこの花屋やってたんですよ。あ、じゃあ生まれや新宿、はい、大久保病院ね、なるほど、だから歌舞伎町生まれ。いや、じゃあこれから何がやりたいとか、いや、作家さんの活動以外は、なんかそのやっぱ俺も言葉をすごい大事にしてて、うん、言葉で今仕事をしていきたいな、うん、だからそういうのもしつつ、うん、やっぱ今自分がその格闘技みたいなことやらせてもらってる中で、うん、まあそのうちは本当にもうちょっと続けて、うん、でそのうち絶対体がダメになるんで、うん、そうなったら新宿でジムとか出して、まあ、でもその出版物は出していきたいなと思ってます、うん、まだ43だからね、うん、私1冊目出した時は42ですよ、うん、これからの世界ですよ、うん、ね、もっといっぱい隠れてない、うん、ね、まあもちろんいろんな体験しなくちゃいけないし、うん、いろんな人、ね、いろんな人ともやっぱあってほしいですよね、出会うことは大事ですね、うん、まあ我々まあ40代になって60年になってもやっぱこう社会の責任感あるよね、うん、無視できないというのがね、うん、なんとか助けてあげたいなとかと思いますよね、うん、だから17は未成年の子らが田舎からバーって出てきて勝手に体を打って、で今それがまた性病とかもすごい流行ってて、うん、で警察がそれを取り締まってそこ立つなってやったところで、その子たちから見たら その時は、ね、そこから淘汰されても結局金ないからまた絶対来るわけだし、うん、でその子らが20歳過ぎて本当に好きな人と結婚した時になって子供も産めない体とかになっている可能性もあるわけだし、結構そこは根深いですよね。そうですね、今ねブリーダーさん喋ったことは20年前と全然違うよ全然違う、いやもうだいぶ成長したよ、やっぱ大学で勉強した方が良かったよね。いや、あんなとこ全然勉強にならなかったですけどね、更新してるだけで。あ、でもいろんな本を読んでて、その後自分作家さんになって、今 YouTuber にやってね、30何万人の、ね、フロア行って、やっぱすごくこう全然違うすごいちゃんとした奥さん、ちゃんとしたっていうか、うん、自分をちゃんと、うん、まあ、このちゃんと自分を正しく歩かせてくれる奥さんと出会ったんで、レイコ、レイコちゃんね、レイコさん、レイコさんね、うん、レイコさん、どこ行ってもレイコのおかげですって言わなきゃいけない。あ、そうですね、レイコさん素晴らしいねありがとうございます。結婚1回だけですよね。いや、僕はね、変な形の結婚が多かったんで、過去に、私4回目です。私と同じ、そうそうそう、あ、正式の結婚は1回ですか。正式っていうか、ちゃんと結婚としてちゃんと結婚できてるのは1回です、うん、はい、あ、なるほど。何年経ったんですか。10年ぐらいです。あ、10年、はい、9年とか10年、はい、すごいね。私の結婚は何回もあったんだけど何回もあったけど、だって日本人よりリーさんの方が新宿を愛してないですか。なんかそう、うん、リーさんは本当に新宿を愛してますよ。そうだから、そう、もちろん、うん、だから新宿も愛してる、新宿も、うん、B も愛してる、うん、非常的熱愛、フェイチャンドゥールー愛、
新宿と結婚した男ですよ。そう、うん、歌舞伎町、ね、歌舞伎町と結婚した男、まあ、新宿と言ったら歌舞伎町ですね、うん、結婚してると思 う、 うん、歌舞伎町と結婚した男ですね次の本のタイトルいいじゃないですか、ね、私歌舞伎町と結婚した男、いいね、ドラマチックですね、すごい、さすが作家さんだったよね当時ちょっとリー、うんうん、いや今日持ってるんですよ、だから覚えてるよ、覚えてるよ、でもねあれ可愛かった、うん、面白い、本当若そうでしたよね、うん、でも面白い、あこういう日本人もいるんだとかと思って年上を敬わない失礼な野郎、いやでも面白いよはい、ちょうどねカメラのバッテリーの問題もあったんですけど、うん、ずっといろいろね話が尽きずにずっと歌舞伎町時代のこととか当時のことと、まあ、今リーさんの歩いてきた道を話し出したら100万年ぐらいかかっちゃうんでなんでちょっと YouTube 的に僕らの方はそろそろ、うん、まとめに入ろうと思ってるんですけど、はい、リーさん本当まず再会できたことは本当に嬉しいです、うん、嬉しいですね、うん、だからこれからいろんな意味で何か協力できたら本当に協力したいですし、ぜひぜひ、であとやっぱ元気でいてくれたことと、うんうん、それも嬉しいし、ね、うん、あと俺自身がやっぱすごい当時生意気だったやんちゃ坊主だったんで、いやその時にいろんな失礼な面白かった、うん、今日再会できたことはもう本当に20年ぶりで全然違うね、うん、やっぱこう人間は成長していくんですよね、うん、良かったです。良かった、ね。なんでそれリーさんその、うん、今回新宿区議選に出られるんでしたっけ？はい、予定です。あ、予定で。4月に、はい、立候補予定です。うん、みんなそのリーさんをね、ぜひ歌舞伎町案内人としてもそうだし、新宿を愛する男ということで、うん、まあ、今回もリー小牧、リーシャオムからリー小牧に、生まれ変わったリーさんが新宿区議選にまた出るということなんで、うん、ぜひみんなリーさんの活動を応援しましょうね。でリーさんのチャンネルもあるんですよね、はい、リーさんのチャンネルは概要欄に貼っとくんで、はい、みんなリーさんをこれからも応援をします、ぜひよろしくお願いします。リーさん本日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。こんな感じで大丈夫ですか